12月26日以来だわ。言うて金メロね、流れてるから、ね、4ヶ月か、4ヶ月だったらさすがに新商品出ただろうな。セカラスカバーガーとか金メロのジュースとかあるから、それも買えたら買いたいですね。こうして朝倉を洋風桜なんていう欲張りを考えるけど、とりあえず中行ってちょっとなんか見てこようかな。ということで、とつる人もいるんでそれ待ちですね。はい、ということで一旦バイだな。なるほど、下で枠が汗出したら、やべえ、ほら行けるかもね。炊き食べながら止まっちゃったよ。汗ってめっちゃ見えないけど、やべえ、かわいい、一番だけのやつも。いろいろ変わってたね、なんか。てか、ケンメロとかセカラチカのコースターがすごいから、2つ買いたいんだよね。銀行あったらおろそかな。あー、出たよ、そうやってお金使うパターン。やば。まあ、後で買っとこうかな。今は高い。調べただけだ。なので、確かめです。かわいい。ではよし、ドンキ、あれショップ消えたんだっけ、確か中のショップが消えたっていう話が出てますけど、普通に10周年って書いてある。さっき劇場見てきたけど、初めて中身ロビー観覧とかできるところまですごかったなと思って、で、あの昨日の公演のやつ買っちゃった写真、後で紹介します。怖いわ、オタク怖いわ。あれ総一郎くんで言ってたことが本当に怖いわ。だわ、よかった。さっき生写真もリバティで買っちゃったんで、えぐいです。今日下見に来たはずなのに、めちゃロータ全開です。まずいです。ということでね、多分また次行ってなんか買うかもしれないんです。それの開封も思ったし、くだらねえ、もうちょろいわ。さやねえの声だわ、やっぱさやねえの声だわ、お強いわ。さて、2枚ずつコースターがこちらに4枚あります。ハッシーさんのと、さあ僕のと、どっちから行きます。どっちから行きます。じゃあ行きますか。1枚目ドン。誰、あ、ナナちゃん、うお、ナナちゃん来た。いや、ナナちゃんは強い、強い、マジナナちゃんは強い。この前オールナイトニッポンで出てた。さあさあドン。ああ、あ、あ、まあ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 、はい、僕はこれでーす。じゃあ続いていきます。あ、え、あ、みやび、みやび、はいはいはい、微妙、微妙。ちょえぐい。待って、ナナちゃんだよ、ナナちゃん、ナナちゃん、強いナナちゃんやん。何やこれ、聞き悪い。お弱い、お弱いですか。はい、ナナちゃんだけです。はい、残念会でした。あの、さくらのやつ頼んで、僕はで、ハッシーさんが山田ナナミのやつで、ということで、食しまーす。申し訳ない、あの、ハッシーさんと生写真トークしてたら食べちゃった。あの、さくらのやつ、これ新商品のやつね。ちょこっと食べて、ちょこっと食べちゃった。あ、別にこんなんじゃないからね、食べちゃったから。食した後に、そう、やだもう。あ、そうそう、唇の Be My Baby、 唇の唇に Be My Baby のさくらの一応三種根かな、しましたよ、ハッシーさんのおかげでね。いや、素晴らしいですよ、本当に。で、コースターもめっちゃもらったんで、それも後でね、まとめて紹介したいです。ごめんね、食べかけて。お酒ないね。まあまあ、今日はスタミナなんで、本番はきつかないです。では、はい、ということでですね、秋葉原、スタミナね、本当は4月30日行くつもりじゃなかったんですけども、今回ね、ハッシーさんとね、交流するためにちょっとね、4月30日、まあ5月2日が本当はみんなで行くつもりだったんですけども、ハッシーさん含め、今回ちょっと行けたので、まあね、
バイトだったから午後は、午後っていうか、夕方から、だから夕方までに帰ってきたんですけども、まあ、それまでの間、ちょっとハツジさんと秋葉原でちょっとね、交流して、久々に、ハツジさんとは2月7日にサメ会ぶりなので、本当にお久しぶりに会ったんですよ、3ヶ月ぶりぐらいかな、に会ったので、ちょっとめっちゃ、本当にいろんな話できて楽しかったです。で、今は紹介ですね、後でこれは、その次の時に、紹介するんですけども、これコースターめっちゃもらったんで、はい、これは今度また紹介しますね。で、さっき言ってた唇の唇のまた言っちゃったよ、唇に Be My Baby のコンプなんですけども、これ一応ファイルを買ったんですけども、ファイルもまた今度紹介しますね、別の時に。これが、はい、サンシコンしました。唇に Be My Baby の桜サンシコンね、これ桜もらって、これ買って、これこの前取れてもらって、ということで3色揃いました。はい、で、名前出しインポスターが4月30日で、ちょうどラストだったんですよ、これが。で、今日からっていうか、今撮ってるのが5月1日なんですけども、5月1日から、変わるということで、4月30日最後だったんで、ついつい買ってしまいました。スタミナのに、なんかいろいろ買っちゃった気がするんですけど、まあいや、本当に楽しかったんで、まあ5月2日ね、メインは5月2日なんで、その時もぜひね、動画撮るんで、ぜひともよろしくお願いします。今回は4ヶ月ぶりに自分も秋葉原に行ったんで、本当に楽しかったです。ということで、また次回ね、秋葉原の動画を楽しみにしていてください。ということで、バイナラッ。